志位和夫日本共産党党委員長衆議院議員をご紹介いたします。練馬の皆さんこんにちは。今日はこんなにたくさんの皆さんが足を止め聞いてくださいまして感激です。本当にありがとうございます。都議選が目前に迫ってまいりましたが、この練馬の大激戦、松村智明さんの後継者として戸谷悦子さん素晴らしいですね。4期14年にわたって区議として頑張ってこられました。子どもさんの救急医療、あるいは認可保育園の増設、あるいは、障害者福祉の充実等々ですね、皆さんの願いを受けて区議会を動かしてきた、もう試され済みの力を持ったまさにエース登場ではないでしょうか。どうか皆さん必ず都議会に押し上げてください。よろしくお願いいたします。まず冒頭に加計学園の疑惑について述べておきたいと思うんです。安倍首相の腹心の友と言われる人が理事長をやっている加計学園が愛媛県の今治市に獣医学部を新設するという計画が問題になっております。何しろね、破格の優遇なんですよ。公有地37億円をポーンとタダで提供する、その上ですね96億円もの補助金がドーンと出る、合わせましたら133億円でしょ。森友学園と桁が2つ違う。それに安倍首相の働きかけがあったのではないかという疑惑であります。で、内閣府が文科省に対して総理のご意向だと、官邸の最高レベルが言っているという要求をしていたことは文書で明らかになりました。そうしましたら前川前文科事務次官が記者会見で文書は本物ですと、で行政が歪められていた、ここまで認めましたね。記者会見、赤信号を青ぞ言えと言われた、あるものをないとは言えない、あれ皆さん誰がどう見ても真実を語ってるんではないでしょうか。ところがね、この後に及んで菅官房長官は出所不明の怪文書と言ってる、そして野党の承認喚問要求に対して自民党は政治の本質と関係ないと言ってる、とんでもないですね。関係ないどころか今問われているのは内閣総理大臣が国家を私物化したのではないかという疑惑じゃありませんか。私は自民党はやましくないというんだったら前川さん出ていくと言ってるんですから、承認喚問に応ずるべきだということを強く求めたいと思います。引き続き徹底的な真相究明をしてまいります。さて皆さん、今度の都議選ですが、対決の構図どうでしょう。マスコミなどは小池知事対自民党と言ってますね。これ違いますよ。だって小池さん自民党員じゃないですか。本当の対決の構図は自民党公明対日本共産党ではないでしょうか。私は3つの大争点が浮き彫りになったと考えております。第一の大争点は共謀罪と憲法9条改定などもう歯止めのない憲法を壊す道を進んでいいのかという問題です。共謀罪法案が先週自民公明維新によって衆議院で強行され、戦いの舞台が参議院に移りました。これね、皆さん衆議院段階で
金田さんっていう法務大臣いますでしょ。あの人は困った人でね、一つ答弁すると一つ問題が解決するんじゃないんです。一つ答弁すると一つ問題が増えて、ますます問題でボロボロになっちゃったというのが今の到達点でございます。何しろ国民の内心、心の中を処罰する、一般の方々が対象にされる、テロ対策とは関係がありません。一番根幹のところがもうボロボロです。それに加えましてね、国連の人権問題の特別報告者でケナタッチさんという方が安倍首相に対して、この法律は危ない、プライバシーと表現の自由への過度の制限になりかねない、こういう懸念と質問を寄せる書簡を送ったんですね。これ極めて深刻な問題提起であるにもかかわらず、日本政府は全く質問に答えずに、強く抗議するっていう声明を出したんですよ。恥ずかしいですね。皆さん、国会に対して答弁拒否するだけじゃない、国連に対しても答弁拒否してる。だいたい皆さん、今度のね、共謀罪っていうのは国連の条約を批准するためだと言って始まったものなんですよ。それを理由にしたものなんですよ。ところがその国連から懸念と質問が来たのに問答無用の対応するってのは、こんなご都合主義の話はないと私は思います。皆さん、どうか参議院で頑張りますので、このとんでもない法案の強行を許すなの声を国会に集中してください。そしてね、都議選ではこんなとんでもない法案を持ち出した自民公明にはノーの審判下さいじゃありませんか。その上で皆さん、憲法9条も大きな問題になってまいりました。安倍首相は5月3日こともあろうに、憲法記念日のその日に憲法9条を変えて自衛隊を書き込む、それを2020年までにやるんだと宣言しました。皆さん、まず大体ね、内閣総理大臣がこんなあからさまな憲法改定の発言をすることが許されるのかということを問わなければなりません。この問題問われて安倍首相は何て言ってるかと言いますと、あれはあくまでも自民党総裁としての発言です、総理と総裁は別なんですと、こう言ってますよ。夫人の昭恵さんは公人じゃありません、私人という、自分は総理じゃありません、総裁という、夫婦揃って使い分ける、こんな使い分けは絶対に通用するものではありません。皆さんね、安倍晋三さんは何をさておいても内閣総理大臣なんです。24時間内閣総理大臣なんです。恥ずかしいことだけどそうなってんです。ですからね、その総理大臣が憲法9条を変えることを期限まで決めて宣言するというのは、公務員は憲法を守らなきゃいけませんと取り決めた憲法99条に違反する憲法違反の発言だということを言わなければなりません。そして皆さんね、内容が極めて重大です。安倍首相は9条1項と2項は残した上で3項を設けて自衛隊を書き込むんだと、こう言っております。1項2項が残るから大丈夫かなと思われる方もいらっしゃるかもわからない。しかしそうはなりません。結論から言いますと、歯止めのない海外での武力の行使に道が開かれる。ただ自衛隊をですね、憲法で追認するってだけじゃない、海外で戦争する国、歯止めがなくなっちゃう、これが結論であります。戦後日本の政府は憲法違反の自衛隊を作り、それを合憲と言ってきました。ただね、皆さん、憲法9条2項には陸海空軍その他戦力はこれを保持しないとありますでしょ。この制約がかかっているものですから、政府は苦しい言い訳をしてきたんです。自衛隊は我が国自衛のための必要最小限度の実力組織であって、戦力に当たらない、これが政府の説明だったんです。
しかしね、ごまかしですよ、ごまかしだけど戦力に当たらないと言ったために、政府は3つのことができませんと言ってきたんですね。一つは海外派兵、二つ目は集団的自衛権、三つ目は武力行使を目的にした国連軍への参加であります。三つできないと言ってきた。それに大穴開けたのがあの安保法制、戦争法です。集団的自衛権のところに穴を開けました。しかしあの論戦、私も安倍さんと随分国会でやったけど、あの論戦の時も安倍首相はイラク戦争やアフガニスタン戦争のような戦争に武力の行使を目的にして自衛隊を出すことは絶対にできませんと繰り返し言いましたね。集団的自衛権認めるけども、それは日本の国がひっくり返っちゃうような例外的な時、限定的な時しかやりません、こう言いました。結局ね、皆さん、安保法制、戦争を作ったけど、なおこれ9条2項の偉大な力がこれを縛ってるんですね。これは今の現状なんです。そこに皆さんね、3項を新たに設けて自衛隊を明記したらどうなるでしょう。たとえ2項を残したとしても、それが死んでしまう、その私文化に道を開いてしまう。なぜならですね、3項という別の項目で自衛隊の存在理由をここに書きましたらね、それが一人歩きして自衛隊の役割がどん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 拡大することになることは火を見るよりも明らかだからです。だいたい皆さんね、今の憲法にはどこを見たって自衛隊の字の字も書いてないでしょ。それどころか戦力を持っちゃいけないと書いてある。この憲法の下でですよ、あんな巨大な軍隊を作り、海外派兵の仕掛けまで作ったのが自民党です。その自民党に自衛隊とはっきり書いた憲法を渡したら、海外派兵の歯止めがなくなることは明らかではないでしょうか。もっと恐ろしいことは、このシナリオを書いたのは誰かということです。日本会議というのをご存知でしょうか。改憲右翼団体で有名です。この日本会議の政策委員で安倍首相のブレーン中のブレーンと言われる人物がいます。伊藤哲夫、日本政策研究センターの代表です。この人が昨年8月に論文を書いておりまして、憲法第9条に3項を加え、正し書き、つまり2項の例外規定として自衛隊を書き込めばいい、これを提案したんですね。今安倍首相が言ってることをそのままじゃないですか。日本会議がシナリオを書いて、安倍首相はそのシナリオを受け入れたんです。で、この別のセンターの小坂実研究部長はその狙いをこう語っています。戦力の保持を禁じ、自衛隊の能力を不当に縛っている9条2項は、今や国家国民の生存を妨げる障害物だ。もう憎くて憎くてしょうがない。速やかに9条2項を削除するか、あるいは自衛隊を明記した第3項を加えて2項を区分化させるべきだ。皆さん、シナリオを書いたのは日本会議、狙いは2項の区分化、私文化にある。皆さん、9条の一番の命はね、2項なんですよ。1項の戦争放棄は国連憲章にも書いてある世界のスタンダード。しかしそれにとどまらないで、戦力の放棄まで決めた、ここに世界に起こる9条の一番の命があるんじゃないでしょうか。これをね、空分私分にするようなことは絶対に許してはならないということを私は訴えたいと思うであります。私ね、今安倍首相がやってることはね、一言で言いますと、国の私物化だと思います。国家の私物化ですよ。それは森友竹問題だけじゃない、憲法をも私物化しようとしている。戦後初めて憲法を変えた総理大臣として自分の名を歴史に刻みたい、この執念で今彼は憲法を変えようとしている。
こんな私物化を許すわけにはまいりません。皆さん、どうかね、今度の都議選が最初の審判になってまいります。安倍自公政権による憲法破壊から世界に起こる窮状を守ろう、この願いをどうか日本共産党に託してください。戸谷悦子さんに託してください。よろしくお願いいたします。さて、第2の大争点は築地市場の豊洲新市場への移転問題、これをどう考えるか、ここにあります。私実は昨日、午前中いっぱいかけまして築地市場を訪問してまいりました。自分で言うのもなんですが、大変温かい歓迎をいただきました。市場関係者の皆さん、どんどん声かけてくださいます。築地市場の労働組合をやっている委員長さんが案内してくださったんですけど、今ね、市場の中を歩けるのは共産党だけだそうであります。他の党はなかなか歩けない、みんなが怒ってるから、こういう状態だと伺いました。でこのね、築地 の問題は都民国民の食の安全がかかった大問題です。同時にね、私昨日懇談しまして、こういう話聞いたんですよ。この市場の方にね、こういうふうに語っておられました。築地市場をですね、外国の調査団が訪問に来た。で一番驚いていたのは、銀座に近い、銀座の隣にこんな大きい市場がある。これは日本国民が食の文化というものを大事にしていることの表れだ、こういったそうであります。これ すごいですね。確かにね、パリのシャンゼリゼ通りとかマンハッタンのブロードウェイのそばに市場ないですよね。銀座の隣にあるってところがすごい。皆さん、ですからね、この問題は都民国民の食の安全がかかっているとともに、日本の食文化を守る取り組みでもあるってことを私は訴えたいと思います。さて、今度の都議選で自民党と公明党は豊洲移転の推進を叫んでおります。果たしてこれは成り立つかということを少し今日はお話ししたい。まずですね、中央卸売市場を所管する政府農水省の基本的立場はどういうものか。これはね、もう答弁などでも大臣がはっきり言っておりますが、土壌汚染が下にあった場合には、たとえ盛り土などで遮断したとしても、生鮮食料品の市場を作ることは想定できない、とんでもない、考えられない、これが農水省の見解なんです。なぜかと言いますとね、これね、汚染土壌が残されていた場合は、たとえ盛り土で遮断してたとしてもですよ、遮断破って必ず汚いものは上に出てくるからです。例えば大地震が起こったらどうなるか。あの東日本大震災の時に豊洲の予定地は液状化しました。砂が吹き上がったんです。そういうことになればもう一遍で市場はアウトですよ。だから生鮮食料品の市場は汚染土壌の上に作っちゃダメというのが、まず政府の見解なんだということを私は紹介したいと思う次第でございます。だからこそですね、2008年の環境調査で豊洲の予定地から4万3000倍のベンゼン、シアン、水銀、ヒ素続々見つかりました。その時に都は都民の皆さんに2つの約束をしたんです。第一の約束は、汚染土壌はすべて除去浄化します。第二の約束は、その上で盛り土を行って遮断します。取り除いて遮断する、これが約束だったわけですが、これどうなったか。第一の約束である汚染土壌の除去浄化、どうでしょう。今年、1月にみんながびっくりした数字が出てきました。地下水の中から基準値の79倍ものベンゼンが検出されました。3月には100倍ものベンゼンが検出された。それを受けてですね、都が作った市場問題プロジェクトチームは、
汚染土壌は除去浄化できませんでした。初めて認めたんです。汚いものが残ってる。もともとですね、あの年というのは東京ガスの豊洲工場が長年にわたって都市ガスを作っていた場所なんですね。都市ガスどうやって作るかって言いますとね、石炭を高温で蒸し焼きにするんです。ガスが出てきますでしょ。同時にね、コールタールがドロドロに溶けて下に落ちてきます。でこのコールタールを地面に直接流しておがくずと混ぜて処理をするってことをずっとやってきた。1日24時間365日30年間にわたってずっとやってきたのはあの場所ですよ。汚染が桁違いなんです。ですから共産党の時団はこの最初の時からあそこで汚いものを取り除くことは不可能だとして反対を貫いてまいりましたけども、やっぱり共産党の警告通りになったというのが今の実態ではないでしょうか。第二の約束、盛り土で遮断します。これは盛り土がなかったわけですね。昨年の9月に明らかになりました。主要建物の地下は盛り土がなくて空間になっている、地下空間だった。これが明らかになってまいりました。その下で3月に豊洲推進をやってきた都の専門家会議というのがあるんです。これが出した資料でですね、もうはっきりと襟で将来想定されるリスクとして地下水から気化したベンゼン水銀シアンが地下空間でに上がってくる。そして1階の床にひびが入ってくれば、老朽化でひびが入ればこの汚れた空気が1階にも上がってくる。このリスクを初めて認めました。ですからね、地下は危ないけど地上は安全なんてことないんです。地下も地上も両方とも危険だというのは都の専門家会議も認めたことだということも皆さんに訴えたいと思います。二つとも約束やってなかったわけですね。そういうもとでね、皆さん、5月18日築地で都の専門家会合が開かれましてね、大破綻に陥りました。何しろこの4月の数値はまた悪い。ベンゼンはまた基準値の100倍、その上シアンとヒ素まで見つかった。数値も悪化している。そういうもとでですね、出席者に追及されて平田座長はついに都民への約束は達成できていません、認めました。無害化は難しい、こうも言いました。環境基準以下にするつもりはありません。ここまで言ってしまった。それを言っちゃおしめよというぐらい全部言っちゃったんですね。無害化は難しいってどういう意味でしょうか。今汚染土壌がいっぱいあるってことですね。将来もなくならないってことですよ。ここまで認めた。ですからね、皆さん怒りが沸騰してこれ中断に追い込まれました。皆さんね、もはや豊洲移転は破綻がはっきりしたんじゃないでしょうか。私昨日築地に参りまして、市場関係者の皆さんずっとお話ずっとかかってね、2時間半ほどいろんなお話したんですけどね、どうですかと皆さんに聞きますとね、もうね、仲卸の皆さん、おかみさん、もう7割8割9割もう移転は反対だと、築地で商売続けたいと、皆さんも絶対多数ですよ。築地を支えている働いている人が嫌だと言っているものをやれるわけないじゃないですか。やっちゃなりません。豊洲移転はきっぱり中止し、築地の抜本的な再整備の道に踏み出すべきだということを訴えたいと思います。皆さん、この問題で自民公明の罪は重いですよ。2001年に石原慎太郎知事がこの問題に踏み出したときに、最初から一緒になって暴走してきたのが自民公明です。でここまで破綻が明瞭になっても一かけらの反省もなくなお推進の旗を振っているのが自民公明です。でやってることは自民党などね、築地も汚染していると口汚い築地バッシングをやっている。もうね、この築地バッシングね、昨日ね、市場関係者の皆さんね、もう怒って大変です。でもうね、大体80年間商売してきて一度も事故を起こしたことないじゃないですかと、一度も
食品の危険な事故起こしたことないじゃないですかと。もう80年間の歴史で安全性が証明され、築地ブランドが世界中から評価されているのが築地市場じゃありませんか。ですからね、この後に及んで推進なんて言ってるとんでもない自民公明にはどうかね、今度の都議選で退場の審判を下していただきたい。よろしくお願いいたします。そしてね、皆さん、都民ファーストの会の立場についても私は一言言わなければなりません。どういう態度を表明するのか私は注目しておりましたが、5月23日に発表した公約の中でこの最大争点だんまりなんですよ。何とも書いてない。知事の判断を待つとこう言います。しかし皆さん、それでは政党としての責任果たしたことになりませんね。知事の言うことを聞くって言うんだったら都民ファーストじゃなくて知事ファーストになっちゃうじゃないですかね。私はね、小池知事はいろんな知事の立場ありますから、こう決定に段取りがあるかもしれない。しかしね、都民ファーストは政党なんですから、都議選に立候補する以上はこの問題きちんと立場を明らかにすべきであって、だんまり決め込むっていうのはいわばですね、都民の皆さんに白紙人情くれって言ってるようなもんですね。つまり都民ファーストに入れた一票は行方不明の一票になってしまいます。皆さん、この人たちにも私は都政を任せることはできないということをはっきり申し上げたいと思います。皆さん、練馬の有力候補の中でこの豊洲移転反対をズバリ掲げているのは戸谷悦子さん一人でしょう。ですからね、豊洲新市場への移転中止、築地の再整備、未来に築地を引き継ごう、この願いは日本共産党の戸谷悦子さんにこぞってお寄せください。よろしくお願いいたします。さて皆さん、第3の大争点は都民の皆さんの福祉と暮らしをどうやって良くしていくかと、ここにあります。石原、猪瀬、松添、3代の都知事と自民公明の都政の下で都民の皆さんの税金の使い方がどう変わったでしょうか。1998年度と直近の2015年度を比較してみました。そうしますとね、あの石原知事、何が贅沢かといえばまず福祉と言ったでしょ。あそこから始まった。東京都の民生費福祉費の割合は全国3位だったものが、32位に転落しました。とりわけ老人福祉は2位だったのが42位に転落しました。反対に土木費は40位だったのが21位に躍進しました。こんな躍進は良くないんですけど。ですからね、巨大開発が福祉と暮らしを踏み潰すと、この私たちが逆立ち都政と呼んでいる歪みがひどくなったのがこの16年なんですね。これをね、正す立場に立ってこそ皆さんの福祉と暮らしを良くする道が開けてくるということを私は訴えたいと思う次第でございます。それじゃあ皆さん、小池都政どうでしょう。一連の問題で前向きの変化が起こってます。ただ同時に逆立ち都政の歪みを引きずっている部分もかなりあるんです。かなりある。ですから共産党は良いものはいい、悪いものは悪い、是々非々の立場で都政を前に動かすために頑張ってまいりました。今度の選挙で共産党は重点公約というのを出しております。でそこで具体的な政策掲げておりますが、例えば高すぎる国庫料については一人平均1万円の引き下げをやろうじゃないかということを私たちは訴えております。それから、認可保育園9万人分増設する。そのために一番の早道は公立保育園を増やすことにありますから、そこに補助をつけようじゃないかということを訴えております。さらにですね、シルバーパス、これ今のシルバーパスというのは、所得の少ない方1000円ですが、課税世代になりますと一気に2万510円ドーンと上がっちゃうんですね。
もう使い勝手が悪い。ですからね、1000円部分を増やしながら3000円の軽減バスを作ってみんなが使えるようにしようというのが共産党の提案でございますが、いかがでしょうか。そういう提案を私たち具体的にしておりますがね、共産党の重点公約には2つの裏付けがあるということを私は訴えたい。第一の裏付けは財源の裏付けです。東京外環道路など巨大開発にメスを入れよう、福祉と暮らしに回そう、これは共産党の提案でございます。都の予算はですね、スウェーデンの国家予算並み、一般会計予算だけでも7兆円ですよ。この7兆円の 4% 4% 当てれば今言った国庫の問題も保育の問題もシルバーパスも特養の問題もみんな解決する。政治の姿勢を変えれば財源が出てくるというのが共産党の立場でございます。じゃあ自民公明の財源論どうでしょうか。全く展望ありません。なぜならね、今言った逆立ちをもっとひどくする暴走をやってるからです。先ほど言った東京外環道路、この練馬も通りますよね。関越道から、東名高速までの16キロ今作ってます。16キロで1兆6000億円、1メートル1億円。ところがね、これでもまだ足りないと言って、自民公明などはですね、東名高速から湾岸道路までつなげろ。そうしますとね、さらに20キロ、2兆円。合わせましたら4兆円。4兆円もこんなところにお金使ってたら、皆さんの福祉や暮らしに回るお金なくなっちゃう。私ね、これ聞きましてね、もうね、巨大開発病、極まりだと思いますよ。ゼネコン病、極まりじゃないですか。もうこの人たちには、お引き取り願うしかないんじゃないでしょうか。ただ皆さん、この問題では、小池都知事も同じ立場なんです。自民党に、都議会で質問されましてね、この外環道路の延伸、東名から湾岸道路までつなぐことも含めて進めます約束してしまいました。この時ばっかりは自民党も大喜びで拍手喝采です。皆さんですからね、この点は私は小池さんに、都政大改革っていうんだったらゼネコン都政を続けてていいんですかと問いかけたいと思います。そしてね、知事のこういう姿勢を変えるためにも共産党が力をつけることが大事じゃないでしょうか。動画伸ばしてください、立たせてください、よろしくお願いいたします。そして第2はですね、実績の裏付けです。私4年前こちらに参りましてね、共産党の都議団、松村さんはじめこの都議団ずっとやってきた役割すごいと、三拍子揃ってる、調査、提案、論戦、三拍子揃った力ある都議団だというふうに訴えたことあるんですがね、17議席に躍進させていただきまして3票しとも全部パワーアップしたと考えております。例えばね、豊洲市場 の、 地下空間の発見、都議団が徹底調査やっていく過程で見つけました。あの発見がね、去年なかったらもう去年の秋には豊洲市場開場ですよ。会場した後弁前が出てきたらどうします。大混乱ですよ。ですからね、都政の危機を救ったのが共産党都議団だったと言っていいと思うのでございます。それから松村さんたち都議団はですね、議案提案権復活してこの4年間で、16本の条例案を出しました。例えば認可保育園増設のための、幼稚費補助の条例案、これを出しました。都有地を活用する提案も具体的に出しました。条例案は残念ながら否決されましたけども、やっぱり動き出すんですね。都政が認可保育園が増え始めまして、一部補助も実現しまして、4年間で認可保育園の定員が、5万3000人増えたと伺いました。都民の皆さんの運動と共産党議団の共同の成果だと思いますが、ぜひさらに9万人増やして待機児童さんなくすために頑張ろうじゃありませんか。それと皆さんね、
皆さん、私聞いてね、これはもう一歩だと思ったのはシルバーパスなんですよ。先ほど言ったシルバーパスの負担軽減案、共産党はですね、その条例案をこれまで2006年、2008年、2009年、3回提出してきました。どれもですね、自民公明によって否決されました。しかしね、3月議会に提出したシルバーパス軽減の条例案は否決できなくなったんです。継続審査になってる。もうね、いかにこれ事項でも否決ができなくなってきた。つまりね、あと一歩ってことですよ。もう一歩ってやつですよ。共産党今度の選挙で伸びればね、これシルバーパスの軽減実現しますから、どうか皆さん伸ばして実現しようじゃありませんか。皆さん、このね、逆立ち都政にメスを入れて、真っ当な都政、福祉と暮らし最優先の都政を作ろうと、都政の大転換を、本当の大転換を訴えているのは、この練馬の選挙、たくさん出ておられますが、戸谷悦子さんしかおりません。どうか、その点でもよろしくお願いいたします。最後に、今日いろんなお話ししましたがね、どうしても最後に一言、言っときたいことがあるんです。この場をお借りして申し上げたいことがある。それはですね、公明党のことなんです。公明党がね、この前も調布でも訴えてまいりましたけど、あちこちで共産党の悪口を言って歩いてる。そうであります。で、私はね、その前に自分がやってきたことの反省はないんですかと言いたいんですよね。このね、石原、猪瀬、舛添、三代都知事の16年間、都知事が出した議案、全部合わせますとね、5020あるんですよ。5020、議案があります。この5020の議案のうち、公明党は5019賛成してる。賛成率 99.98%。知事の出すもの、何でも賛成ですよ。しかしね、議会ってのは、たとえ与党であっても、知事のやることにチェック機能をやってこそ議会でしょ。チェック機能どころか、一緒になって都政の闇を作ってきたのは公明党ではないかということを私は言いたいと思います。今公明党は都政改革をリードすると言ってます。私びっくりしました。都政改革ってことは今の都政悪いってことでしょ。悪い都政作ったの誰ですか。自分じゃないですか。人の悪口言う前に自分の反省をまずしたらいかがかと私は言いたいと思います。このような勢力に負けるわけにはまいりませんね。どうか皆さん、あと1ヶ月余りとなりました。この練馬ではどうしてもこの激戦勝たなければなりません。こうおっしゃ素晴らしいですよね。え、戸谷悦子さん、皆さんの代表として、松村さんの後継ぎとして必ず送り出してください。ご支持の輪広げていただきますことを最後に訴えまして、この場をお借りしての訴えとさせていただきます。私も頑張ります。日本共産党委員長、志位和夫衆議院議員よりのお話でした。